Hi, hello guys. Welcome to TOEIC Synonyms Learning Club, SLC. さあ、今日もね、パート7の同義語の言い換え、ね、知識を、つけていただくのと、あとは選択肢に頼らない、文法の知識、を学んでいきましょう。今日の問題はこちらです。さあ、ちょっとね、長めの、文章ですけども、この空欄に当てはまる単語を3つですね。この赤字をヒントに考えてみましょう。では20秒で Thinking Time Start。 はい、タイムザー、解けましたか？さあ、じゃあ頭からね、語順通りに意味を取っていきましょう。まず、The CEO ですね。Chief Executive Officer。最高経営責任者。そして、空欄が空いていて、次、The Board of Directors。これは取締役ですね。なので、まあ、これが主語だろうな。そして、これが目的語だろうなっていうのもね、わかります。で、ここに入るものは、おそらく動詞でしょうね。V。が入るでしょう。最高経営責任者は V、 The Board of Directors、 取締役ですね。そしてポイントはこの That ですね。これは接続詞の That ということは、次に主語動詞がまた来るということで、The new, No new products、まあ、これ新しい製品が No って言ってますからね。新製品が何もないということです。そして would be introduced、まあ、受け身になってますので、紹介されないだろうねと。そして until、 なんとかまでね。 the dispute was settled、 ちょっと最後難しいフレーズですけども、 dispute はまあこれディスカッションみたいなね、これ論争と訳されますけどね、まあいろいろ話し合いが、 settle っていうのは落ち着く、受け身になっているので落ち着かせる、つまりまあ議論が落ち着くまでは新しい製品を導入しないだろうっていうことを CEO は取締役にまあ言ったみたいな感じが適当でしょうね。さあ、そうするとこの赤字、言ったの代表格は何でしょう。そうですね、 tell の過去形の told、 はい。そしてお知らせする、ちょっとフォーマル系ですよね。これは情報という名詞の動詞 informed、 これに ED がつきます。そして TOEIC ではお知らせ、あと1個ね、覚えていただきたい単語、 NO から始まる単語何でしょう。 OK、 これは notified、ね、右にくいんですけどちょっと難しくなりますけども、 told、 informed、 notified、これは語法ですね。語の使い方なので、最後20まで見てください。これ、お知らせすると。お知らせ系の動詞ですよね。tell, inform, notify。そして次には、目的語が来る。で、ざっと説が来て、sv、ね、という形の大事な語の使い方。こういうのを語法と言います。ただ単にね、単語の知識だけじゃなくて、この語の使い方。っていうものが TOEIC パート5でね、問われてきますので、ぜひね、しっかりと覚えていきましょう。では、今日はこの辺で。Thank you for watching my video. See you next time. Bye!